ベトナムのベンチェで使われている渡し船、電報山和線地港乗り場渡し船とは、港湾、河川、故障などで両岸を往復して、客や荷物を運ぶ船及び航路のことである、渡船とも言う。また、渡し船に乗り降りするところを、渡し場、渡船場などという。講義の渡し船には、離島との航路などや、釣り客を沖の独立した防波堤や岩礁へ運ぶ。 都船業、リゾート企業などが顧客専用として運用するものも含まれる。本校では競技の渡し船として比較的狭い距離の対岸同士を渡し、庶民の日常の交通手段や観光に利用され、公共性の高いものについてもべる。大型かつ航路の長いものはフェリーを単純な対岸往復でなく、河川や運河の流れに沿って複数の船着き場を行き来する船は、 水上バスを参照のこと。なお、フェリーと渡し船を呼び分ける文化は、日本以外にはあまり存在しないため、各国語版へのリンクは、フェリーの方を、主に参照されたい。メコンデルタの渡し船、平底船に、ウィンチ式のランプウェイを備えている。メコン側のボートチャオプラヤ側、ワットアルンから見る渡し船と、水上バスドバイクリークを行き交うアブラベトナムでは、 主に南部のメコンデルタ地方を中心に多くの都線が存在する。この地方ではメコン川が多くの支流に分かれ農業用、輸送用の水路も網の目のように張り巡らされている。このため船による輸送が活発で橋を架けることやそのために高い堤防を造成することが逆に交通の不効率化を招く場所が極めて多い。とはいえオートバイや自転車が 庶民の基本的な交通手段であることも事実であるため、都線は生活に欠かせないものとなっている。また、21世紀になって関東橋やラックミエウ橋が架けられるまで、交通の大動脈である国道1号線でのバスや、トラックでの大規模輸送であっても、大型の都線が利用された。このように、ベトナムの都線は、基本的に車両での乗船を考慮する必要があるため、 輸送量の多い場所ではデッキがそのまま波止場の地面と一つながりになる船体形状のものが多い。また、河川の流れが極めて緩やかなため安定性に注意を払う必要が低く、喫水の浅く底が平たい、ある意味一枚の床のような形状のものが見られる。陸上の交通路が極めて貧弱で、かつ山岳が多く川の流れが急なラオスにおいては、対岸へ渡す船ではなく、 川を斜めに渡って、乗客を運ぶ都線が主流である。このため船体は極めて細長い形状である。タイの地方では、ベトナム同様のオートバイ利用者向けの都線も見られるが、陸上交通の充実した首都バンコクにおいては、主に徒歩客、特に観光客のためのものが主流である。バンコク都内を南北に流れるチャオプラヤー川では、チャオプラヤーエクスプレスのような川を上下するものの他に、 対岸同士にあるワットアルンとワットポーを結ぶ都線などが存在する。また、ミャンマーとの国境を形成するクラチ橋には、海上の国境を越える渡し船が多く、運航されている。これらは、公営のものではなく、企業とも呼べない、個人経営のものばかりのため、料金交渉が必要であり、事故が起きてもほとんど保証は得られない。メッコン川でのラオス国境にも同様なものがあるが、こちらは、 運賃が決まっており、個人ではなく企業経営のものが多い。マレーシアも陸上交通が充実しており、自動車の普及率も高いことから、都線は地方の観光地に多い。サラワク州の区賃では、市街を南北に分けるサラワク川支流の中心部は、景観維持のために橋がかかっておらず、徒歩客向けの多くの都線が早朝から夜遅くまで行き交う。 ドバイを東西に流れるドバイクリークでは油と呼ばれる木製の渡し船が昔から利用されており、現代では観光客向けに運行されている。なお運賃は伝統により1ディルハムとなっている。東海道53時中世以前は、架橋技術の未発達により、土船に頼る比重が高かった。江戸時代の爆反体制においても、架橋が困難な地点や、石書など、 軍事的理由で佳境が許されなかった地点を中心に、都線が行われた。また、地形が山がちなことや、軍事的理由から、車輪の利用が発達しなかったことによって発生する水運の優位性もあり、都線は全国各地で行われた。道路が整備され、また車両が普及するなどして陸運が発達すると、水運の自然性よりも洪水危機が重要となり、 堤防の建設などによって生活と水辺は切り離されていく傾向にある。また、河橋技術や水道等土木技術の発達も水運の重要性を低下させる。これらの理由により都線は徐々に廃止され、21世紀初頭の日本では観光用内市は港湾河川等においての船舶交通量が多いため、河橋により通過する船舶の交通量を確保できない場合や、 遠方の離島との間など佳境が困難ないしは、佳境するだけ、交通量が確保できない、橋があっても歩行者、自転車の通行が困難な事例など特別な事情がある場合に限られている。万葉集に、古川の私が歌われている。墨田の私、玉川を渡る赤戸の私、マリコの私なども古代から知られている。また、旧渡らせ川を渡る深川渡し私。 旧入間川を渡る川口の私、旧利根川を渡る川口の私も江戸時代以前から知られている。江戸時代、東海道の馬入船の例で言うと、人を20人まで乗せる小舟、馬を乗せる馬舟、大型で荷物を運べる平田船が常備されていた。東海道が多摩川を渡る六号大橋はたびたび洪水で流され、1688年以後は再建を断念し、 六号の私が定着した。私船の中には釣り客を、岩礁や沖の堤防に運ぶもの川向かいや島に立地する旅館やゴルフ場などに、利用客を輸送する施設のものもあるが、本港では公共交通機関に限定する。矢切の私店舗山都線執行乗り場にて、鳴門市 A ト線高知県 A 都線裏戸湾にて和か ドット先生と石駅駅前の都線3機構と城ヶ島を結ぶ渡し船、三四郎、後方には、城ヶ島大橋が見える北上川の渡し船、編集北上駅から徒歩10分の場所にある、北上川の右岸と左岸を結ぶ、運行は、北上川継承地桜祭り期間中のみ、雨天や川の増水時に運休する、有料である、参考、 一般社団法人北上観光コンベンション協会、北上川継承地桜祭りのサイト切幻教を渡し、編集参考地区で霧幻橋を横断する。1964年に一旦廃止されたが2009年、観光資源として復活した、乗船3日前までに予約が必要、有料である。 用問い合わせ http コロンスラッシュスラッシュ okuiz、ok、というドットププドット jp スラッシュこぼりの私編集詳細は、こぼりの私を参照トネ川右岸にある飛び地のこぼり、地区と左岸を結ぶ。鳥出市へ、トネ川の改修の結果、茨城県の飛び地となった地区の利便性のために、開設された。以前は無料であったが、 地域住民以外の観光乗船は禁止されていた。現在は、小堀地区住民と条例に定める利用者は無料。その他は片道200円となり、観光乗船が可能となった。また、鳥出駅に近い桟橋との3地点を三角、運行するようになった。参考、小堀の私鳥出市公式サイト、島村都線、編集詳細は、島村都線を参照と願わうがにある。 伊勢崎市の飛び地と砂岩を結ぶ。群馬県営。人のみ乗船可能。無料。川船タイプの船を使用。参考。伊勢崎市、島村都線伊勢崎市公式サイト赤岩都線。編集詳細は赤岩都線を参照と願わう岸にある。熊谷市の葛和田と砂岩の千代田町赤岩を結ぶ。群馬県営。自転車やバイクも乗船可能。無料。 主要地方道埼玉県道、群馬県道83号、熊谷立林線に指定されている。参考、赤岩都線千代田町公式サイト矢切の私。編集詳細は、矢切の私を参照江戸川左岸の松戸市矢切地区と、右岸の東京と葛飾区芝又を結ぶ。民営、有料。かつて、江戸幕府が江戸川の私として指定し、 農民の管理により運営されていた航路のうち最後の一つ。現在も先祖代々先導だった個人が運営。参考。矢切の私松戸市観光協会参考。矢切の私葛飾区観光サイト。葛飾丸ごとガイド競輪場の私。編集玉川に架かる。京王電鉄相模原線の鉄橋沿いに運行される。民営。有料。 競輪場の対岸にある駐車場に駐車した競輪場来場者を主な対象としているが一般客の利用も可能。慶応各競輪場で競輪が開催される日のみ運行。かつて同区間に館の私が存在したが昭和48年に廃止されている。浦賀の都線。編集詳細は浦賀の都線を参照浦賀港の半ばを結ぶ。横須賀市営。 指導2073号。大人150円。小児、自転車等50円。通称、ポンポン船。参考、浦賀の都線横須賀市公式サイト上ヶ島都線。編集1960年4月の上ヶ島大橋。開通まで、三崎の風木岸壁と上ヶ島の間を都線が結んでいた。橋の開通により一旦都線は廃止となった。 平成20年5月に観光資源として50年ぶりに都線が復活する。運行日は土曜休日と繁忙期で有料である。参考、城ヶ島都線、白州のページ3気候3直センター、浦里公式サイト平野渡し、編集黒部ダムの完成により黒部湖によって分断された登山道を連絡するために開設。関西電力が運営に運行を委託、無料。 1>, 1日4往復運行。富山県営8線。編集詳細は、富山県営8線を、参照越の片フェリー、富山振興建設のため分断された両岸を結ぶ。富山県営、無料。2004年から、深夜時間帯及び公展時などは、無料の代行タクシーを運行。富山地方鉄道井水線の項目も、参照のこと。参考。 富山県県営都線と山県公式サイト我が入道の私編集詳細は我が入道の私を参照仮の側川,川口の我が入道東町から縦原町の両岸を結んでいる港大橋の完成により1971年に廃止されたが1997年に復活している1日四往復は駅に近い歩み橋まで運行する有料乗船者は ライフジャケットの着用が必須であるなど、生活色はなくなっている。参考、我が入道の渡し船塚日間の渡し、編集へ尻、清水港から、美保湾を渡り、美保半島、塚間を結ぶ。通勤利用も多い。伊川湖都線、編集伊川湖上で、伊川駅と集落を結ぶ。静岡市営。無料。一日用往復運行。参考、都線、 赤い島あるのご案内静岡市公式サイト、東海道53時、荒い紛れの私、編集。明王地震により分断された、浜名湖開港部今切れ地区を結ぶべく創設された、発着場に新居石所があった。1932年の浜名橋開通で一旦廃止されたが、2013年に観光資源として、弁天島優先組合により復活した。 4名以上での予約が必要。有料、牛川の都線、編集豊川の両岸を結ぶ、豊橋市営、無料、豊橋市道大村町、牛川町175号線に含まれる。航路の起源は不明だが、平安時代から運航されていたという。参考、牛川の都線豊橋市公式サイト中野の渡し、編集詳細は、中野の渡しを参照基礎側を渡る。 愛知県営、無料、愛知県営道路都線、商工の私、編集詳細は、商工の私を参照ながら川を渡る。岐阜県営、無料、道路都線、参考、商工の私岐阜市観光コンベンションセンター、県道線、編集詳細は、三重県道7 5五十五ごいそべと線、県道線を参照的屋湾を渡り、的屋地区と三ヶ所地区を結ぶ。 基本的に、三重県営無料、三重県道7 5十号アゴイソベトバ線の一部として運行される。便によっては、トロクの島を経営するものも存在する。このほかトロクの島へ向かう民間の都線も存在するが、こちらは、終点が離島であるトロクの島のみなのでここでは、扱わない。登山道連絡線、編集級大杉村再生協議会によって運行され、 宮川ダムを横断し、大杉登山口を結ぶ。1964年に一旦廃止されたが2009年、観光資源として復活した。運行は原則として、土曜、休日のみ、水曜を除く平日は4人以上の場合、旧、大杉村再生協議会へ予約が必要。有料である、宮川ダムの遊覧船も兼ねる。三世の私。 編集ン世の私保存会によって運行され、下3世た期限を結ぶ。昭和30年代に一旦廃止されたが2010年、地元住民の力添えにより復活した。利用に際しては事前に、ン世の私保存会へ連絡と予約が必要。料金も事前に、確認のこと、大阪市の公営都線。編集詳細は、大阪市の公営都線を参照店舗山和線など、 主に対象区域の大阪港や川口付近に8航路。大阪市営、無料。一時地帯としては、最多の航路を持つ。参考、大阪都線上マップ大阪市公式サイト暗挙の、私、編集引き川を横断し暗挙と仏坂を結ぶ、熊野古道の一部を成してきた。昭和29年に一旦廃止されたが、迂回路が危険であることもあって2005年10月。 世界遺産登録を機に、地元有志の手により復活した、乗船3日前までに予約が必要。有料である。参考、安居の私保存会について白浜町、教育旅行誘致競技会原武道突戦、編集山陰本線原武道駅から円山川の、対岸の原武道までの主に観光客の足として、有料で運行。任営。 1999年12月で一旦廃止後2008年7月より別事業者により規模を縮小して運行。八田の私、編集詳細は八田の私を参照大橋川を渡る。地元都線組合の運営。自転車も乗船可能。有料。観光船も兼ねており、観光船として運行されている。時間帯は都線としては利用できない。尾道都線。 駅前都線など、編集尾道市街と、尾道水道で隔てられた向こう島を結ぶ参考路。任営。自転車も、乗船可能。一部は、自動車も積載できる。有料。参考、尾道水道フェリーマップ尾道市港湾振興進行課。温度都線、編集本州と倉橋等を隔てる温度の瀬戸を渡る。任営。自転車や、バイクも、乗船可能。有料。 参考、日本一短い航路、温度の渡し船、呉市観光振興課、鶴郷の渡し、編集松本川川口付近を渡る、萩市営。自転車も乗船可能、無料、道路都線、人力で運行されている。参考、浜崎エリア紹介ページの一番下段に、都線の案内あり萩町中博物館推進課。 NPO 萩町中博物館公式 HP 長原都船編集詳細は長原都船を参照徳島県へ無料船は松重町側に駐在し6時30分から18時30分まで運行途中に8回設定された休校時間以外は随時運行する徳島市側から利用の際は用意されている旗を振るなどして対岸に合図する 岡崎都線、黒崎都線、島田都線、編集小鳴門海峡を渡る参考路、鳴門市営だが、小鳴門都線、島田都線に運行を委託。無料、2003年までは、市の直営だった。参考、都線鳴門市観光協会、我流の私、編集肘川の中洲にある長望ポイントまで、運行する私船、有料、4.5月の土曜日、 休日のみの運行で、迂回見物用の屋形船を使用するなど遊覧船に、近いが、ひ川の私を復活させるため2980年に復活した経緯がある。参考、ガルイの私をお寿司公式サイトミトの私ミトの,の私、編集詳細は、ミトの私を参照ミト浜港の湾港を横断する、ミト浜港参観の80メートルを運行。松山市営。自転車も、 乗船可能、無料。昔ながらの小型動力船。映画、頑張って行きまっし,しょいにも登場した。参考、ロケマップ松山市エート船映画、頑張って行きまっし,しょい公式サイト県エート船、龍馬、編集裏ドアン港近くの火事が、裏種先を結ぶ。高知県へ、自転車やバイクも、乗船可能、無料。県道278号の一部である関係から。 県営となっているが、2004年から民間に運行を委託。2002年までは自動車も構想可能だった。参考、県営都線のご案内高知県高知土木事務所、下田初先渡し、編集下田の渡しとも言うが、筑後川にも下田の渡しが、かつて存在した。四万十川川口付近の辺路道の下田から、初先まで運行されている。かつては、市営で、 有料であった。市営時代は、定員13人、1日5回の運行であったが、2005年に一旦、廃止され、これをもって四万十川の私はすべて消失した。2009年に、地元住民有志によって、下田の私保存会が結成され、4年ぶりに、私が復活する。30分前までの予約制で、片道500円の有料である。ただし、 一時運休と再開を繰り返しているので、利用には確認が必要である。参考、下田初先渡し四万都市公式サイト須崎キ市営、巡航船、編集裏の内湾を横断し、四国本島と横浪半島を結ぶ。通学を目的に、昭和34年開設されたが一般客も乗船可能、もともと変路道の一部として、道流との航路があった。有料である。 参考、巡航船、須崎市須崎市公式サイト若戸都船。編集詳細は、若戸都船を、山照道海湾沿岸の戸畑区と、若松区を、若戸大橋に並行して結ぶ、北九州市へ。自転車も、乗船可能、有料。なお、北九州市には、小倉都船もあるが、これは、離島航路であり、本港で扱う競技の都船には当たらない。参考、 都線事業所北九州市公式サイト、福岡市営都線博多市が島航路。編集詳細は、福岡市営都線を参照九州本島とは、陸続きの滋賀島や、西、戸崎を結ぶ。福岡市営、有料、高速船タイプの船舶を利用しており、航行距離も長く、都線を名乗ってはいるが、他の都線とは異質である。福岡市営都線には他に、名の浜のこの島、 小の島航路や博多玄海島があるが、これらは離島航路であり、本港で扱う競技の都線には当たらない。参考、福岡市営都線博多港公式サイト瀬川汽船。編集詳細は、瀬川汽船を参照させぼから、西園木半島の旧再開町を結ぶ。昭和46年までは、再開町都線という公営都線だった。昭和47年に民営化され、 瀬川基線となった高速線による運営となっており一般的な都線のイメージとは異なるが通勤利用も存在する参考瀬川基線公式サイト三本都線石狩川佐賀の美梅市中村地区と浦臼町万世内地区を結んだ美梅市と浦臼町の共同運営人のみ乗船可能であり無料であった2005年10月10日に一旦廃止されたが その後北海道の開拓遺産として観光用に復活、乗船名簿に記入の上ライフジャケットを着用するなど生活食はなくなり6月から9月にかけての土日宿費を中心に1日3回運行していた確実に利用するためにはあらかじめ船道の携帯電話に予約電話を入れる必要があった2011年3月26日の北海道道1159号 リバイ・ウラウス線、日本大橋の開通に伴い関係両市長で協議した結果、先導の高齢化もあり2011年9月25日限りで96年の歴史に幕を下ろし、これにより北海道から私船はすべて姿を消した。参考、さようならみ本とせにありがとう国田さん、ウラウス町公式サイト、石狩都州江戸時代から石狩川川口部で運行されていた。 国道二百三十一号の都線、九百七十八年に廃止。旅、ライト線国道三百三十六号の都線。国道で最後の渡し船であったが、九百九十二年に廃止。詳細は、都線国道を参照。豊佐と津山都線時派の私、北上川の私などとも言う、九百三十一年から国営で運営され、ついで旧豊佐都町と、 旧津山町の共同運行になり、合併により、止め支援となったが、実際の運行は、豊里津山と選挙議会に委託されていた。両岸は、気仙沼線の鉄道橋はあるものの、道路橋がないための運行であった。廃止直前には1日11往復の運行ダイヤが、組まれていたが、一人も利用者がいない日が増えたことに、加えて、線道の高齢化により2010年6月4日に、 廃止され、79年間の歴史に幕を下ろした。参考、豊里と津山をつなぐ渡し船多くの思い出とともに、長い歴史に、幕留めし公式サイト、山田の渡し貸し先、山田の渡しとも言う、旧物宇町の飛び地である北上川佐賀の山田地区と、物宇町中心部側の貸し先地区を結んでいる。物宇町 A から、市長合併により現在は、石巻市 A であるが、 山田船場事組合に運営委託している。主な利用者は通学時の小中学生であったため、通学需要のない日曜日は運休していた。先導の死去による後継者問題により休止され、生徒はスクールバスで通学するようになった。事実上、廃止に近いが制度は残っている。小山の私東北本線の駅がある柴田町、月の木地区と対岸の渡り町小山地区。 津野田市鳩原地区の境界付近を結んでいた。宮城県営都線最後の渡し船であったが、1995年7月7日の月の木大橋の開通に伴い廃止された。川口の渡し荒川、新菓子川の柏を結ぶ、日光五条道に属する船3層を有する関節の都線で対岸を結んでいた。都線上は岩淵の渡し屋付近に善光寺があることから、 善光寺の私とも呼ばれ近くに善光寺があり、新州に行かず善光寺参りが、江戸近郊で手軽に済ませられるとあって、都船上は大変な賑わいだったという。存在していた時期は定かではないが、都船量の記録によると遅くとも1780年までには存在していたという。付近の荒川は平水時、その川幅は60件程度であった。 この都線は1905年3月10日の船橋の仮設により廃止された。隅田川の渡し防衛上の理由から河橋が制限されていたため多くの航路が就航し、最盛期の明治時代初期には20航路以上が就航していた。1966年に廃止された塩入りの渡しをもって隅田川から渡し船は消滅。 羽崎町営都線町市大橋の下の利根川両岸を結んでいたが1996年1月末で休行、次ぐ都線せ根と川の両岸を結んでいた、主に通学用の都線、2007年3月末で廃止、富田都線せんと根川左岸にある、香取市の富田神新田地区と左岸の旧尾見川町、中心部側を結んでいた、地元都線組合の運営、自転車やバイクも、 乗船可能。有料、2013年3月末で廃止。葛城都線基礎川を渡っていた。愛知県営、無料。愛知県営道路都線、後日の森下都線のすぐ隣にあった。2011年3月末をもって運行廃止。森下都線長良川を渡る。岐阜県営、無料。岐阜県営道路都線、前述の葛城都線のすぐ隣にあった。 後日の日原都線と船を共用していたため、2日前までの完全予約制となっていた。2011年3月末をもって運行廃止が決定した、日原都線基礎川及び長良川を渡る。航路は前日の桂木都線、森下都線と同様に並行して流れる両河川に分かれているが、こちらの場合は同じ名称であった。ただし、基礎川川には、 塩田都線の別名がある。愛知県営、岐阜県営、無料。木曽川川は愛知県営道路都線。長良川川は岐阜県営都線。長良川川の都線は前日の森下都線と船を共用していたため、2日前までの完全予約制となっていた。2011年3月末をもって運行廃止。会場7里の渡し口、東海道53時。 クワナ里の渡し宮宿とクワナ宿を結んでいた。かつての感動。1601年の東海道制定の際定められた。現在定期航路としては存在しない。三里の渡し鞘屋宿とクワナ宿を結んでいた。1634年、鞘街道が東海道の脇王館に公認されたことで感動化。1872年に鞘街道が公認から外れ消滅。 ジューリの渡し宮塾と四日市塾を結んでいた。1601年に徳川家康の認可を受け誕生。1872年に公認から外れ徐々に衰退し、現在定期航路としては存在しない。如意の渡しを矢部川を渡る。伏木港湾交通が有料で運営していた。伏木マハオ橋の開通により2009年8月2日を最後に廃止。 山崎の私淀川の両岸を結んでいた都線。江戸時代以前には山崎橋がかかっていた谷崎純一郎の小説足狩りにもこの都線が描写されている。1962年に廃止、水江の私高橋川の改修工事により東西に分断された水江地区を無料で結んでいた。指導、水江二号線の一部としての機能もあった。廃止直前の運行時間は 平日の7時から11時及び14時から18時であった。倉敷大橋が2016年1月24日、開通。東京開通により、同年3月31日をもって、廃止境水道都線境港市、愛いおい町岸壁と松江市美穂の関町、宇岩岸壁間の境水道両岸を結ぶ。1時間1から3本程度。有料、自転車積載可能。 2007年3月末で休校となっているが、事実上の廃止。参考、堺水道都線堺港市観光協会慶長、京弁都線地区五川中流域の長戸市、京町間を結んでいた。1891年に京町京弁会社が運行を始め、後に久留米市営に移行した。1974年7月11日の長戸石橋開通に伴い廃止された。 下田の私地区後川中流域にて運行された旧、城島町下田地区と、道町浜地区とを結んだ、福岡県営。無料。架橋の完成とともに1994年に廃止。これをもって地区後川の私はすべて消失した。初期の私船熊川沿いに走る必殺船の瀬戸石駅と、熊村港の瀬諸器を結ぶ。 最寄りの橋まで徒歩で迂回すると1時間近くかかる対岸を5分で運行していた。熊村運営で村から委託を受けた住民組織諸牧畜渡し分で組合が管理、運営していたが、4人いた船頭は約30年前からは1人だけであった。村民は無料で村民以外の利用者は有料。日曜日は運休。2012年10月31日に廃止された。 先導が高齢で、後継者が皆無であること、マイカーの普及などで利用者が減少して末期には、高校生などの乗客が1日1人いるかいないかだったこと、その主な利用客であった高校生が、スクーターや親の送迎で通学するようになり、私船を利用しなくなることが決定だとなった。廃止まで使われていた和船、チョキ丸は、現在、一小地温泉川セミで、 足湯の湯導として、余生を送っている。付近の被殺線の駅は、集落から橋のない対岸に駅があることが、多く、かつては、多くの駅前に都線があった。横浜国道事務所、東海道への誘い、東海道と宿場の施設、玉川の私、旧道案屋。2013年9月2日時点のオリジナルより、アーカイブ、2014年10月17日閲覧。 http://inhammats.com w w w a j a p ジャパニーズアクティビティ南浜名湖クルーズ php <sh arp> 北海道新聞2010年12月22日付長官みほとせ来年度限り浦臼町と備バし廃止決定歴史の道調査報告書第7週荒川の水運24から26ページ川口大百科事典16から17ページ 歴史の道調査報告書。第7集荒川の水運24から26ページ。40年間続けた熊川渡し船最後の先導引退へ。プレスネットジャパン。2014年8月2日閲覧。熊の流れ積別の時渡し40年最後の先導。西日本新聞。オリジナルの2013年8月2日。時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 3 0 8 0 2 2 3 2 7 2 3 h t t p w w w n i s i i n p p o n c o j p f e a t u r e s t o r y b l u e sky article 165142013年9月18日閲覧熊村 議会頼より第71号。熊村議会。2014年8月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年9月19日閲覧。ありがとうございます。